ははい皆さんこんこにちは実務講座丸わかり説明会2024実務講座の講師卒業生が講座の魅力を熱く語りますというタイトルでお話を始めさせていただきます講師を務めますのは行政書士の勝負と申しますどうぞよろしくお願いいたしますはい 今回ですね、実務講座丸分かり説明会2024ということで、タイトル通りですね、伊藤塾行政書士実務講座に関して、約60分お時間を頂戴しまして、概要ですとか特徴などの説明をさせていただきます。はい こちらのお話に関してはですね、毎年、大体1月から2月の時期にかけて、私が担当してお話をさせていただいてますが、まあ、今年もですね、実務講座、行政書士実務講座開講します。2月下旬から開講しますが、まあ、こちらに関してですね、 まあ基本、伊藤塾ホームページの特集ページなどをご覧いただくとですね、詳細に載っておりますし、まあ、例えば各講義の概要、まあ、その説明文ですとか、あと各担当講師のですね、プロフィールですとか、まあ、もちろん受講料なども掲載されていますので、まあ、詳細に関してはそちらもご参照いただきたいんですけれども、まあ、私の方からですね、 えーまあ、あ少し噛み砕いたりですとか、まあ、例えば、えー、ホームページに掲載されていない部分に関して、えー、ご説明をしたりとかですね、まあ、そういった担当として、えー、お話をさせていただくということでよろしくお願いいたします、えー、基本ですねパワ、えーポイントのスライドを使用して、えー、一つ一つご説明申し上げますが、まあ、やはり60分という限られた時間ですので ほぼ先ほど申し上げたように概要といくつか主だった特徴ですねそちらのご説明にとどまりはするんですが今後、ですね例えばこうした実務講座に関連する無料イベントですとかそういったものも予定はしておりますしあと直接実務講座とは関係がないものの例えば伊藤塾ではですね明日の行政書士講座という無料公開講座あございます。 各実務課でですねご活躍中の先生方を講師としてお呼びしまして1時間半から2時間程度ですねお話をしていただく、まあ、こうした明日の行政書士講座といったような実務課の先生が講師となるイベントも毎月ございますのでそういったものも含めてですね伊藤塾の合格後のことに関してですねいろいろ情報収集いただければ幸いです。はいさてということでですね えーまあ、今回、ですね実務講座丸明かり説明会というところなんですが、まあ、早速、パワーポイントのスライドでご説明を申し上げます、はい、本日のプログラムということなんですが、まあ、1講師の自己紹介、まあ、こちらはさらっとお話しする程度にはなりますがメインとなるのが2と3ですね伊藤塾は合格5を考えるとで3、2024年度実務講座の概要特徴というところです。 はい、先に私のですね、自己紹介となりますが、まあ、詳細はこちら、箇条書きで書かせていただいたところをざっとご覧いただければかと思いますけれども、まあ、私自身もですね、2013年度の行政書士試験に合格をしております。こちら、伊藤塾のですね、即修正コース、坂本国幸講師のですね、即修正コースの出身です。 はい、でこの2013年度の試験に合格しまして2014年6月1日ですね東京都大田区で行政書士登録をしましてその太田支部というところで理事ですとか現在副支部長も務めておりますが2019年8月からはですね東京都行政書士会に法教育推進特別委員会という委員会がありますがそこの委員をやったり昨年7月からは 特別委員会の副委員長を拝命しておりますで、2024年2月現在、まあ、今回今収録をしているのが2月の3日ですね2月3日の土曜日ですので2024年2月現在行政書士ちょうど10年目ということですね今年の6月1日で丸10年11年目に突入すると、まあ、自分自身も節目の年なのかなというところですかねはい で主な取り扱い業務なんですが補助金申請サポートとか会社設立とかですね、まあ、こういったところもやっております、まあ、現在は補助金関連のお仕事が大半を占めてるかなというところですがところどころで会社設立に携わったりとか、まあ、例えば相続関連に携わったり許認可に携わったりと、まあ、そういった仕事をしております。 で下から2番目なんですが、まあ、今回お話をさせていただきます実務講座ですねこちら私自身も実は卒業生でして伊藤塾実務講座こちら2014年度ですね2014年度の卒業生、えーまあ、期で言いますと3期生ですかね今年2024年度が13期生ですが、まあ、私は3期生の卒業生ということで、まあ、ちょうど10年前の、まあ、OB ですよという感じですかね はい、そしてこちら実務講座今年も引き続きですね理論編の法人設立業務論と実践マスター実務編の補助金業務論という2つの講義を担当しております。はいまあ、プロフィールはざっとにはなりましたが、まあ、私自身もこの実務講座を実際に受講をしてその後講師になっているということで。 まあその受講する立場からも、その指導させていただく、まあ、その講義をさせていただく立場からも、こうした実務講座に関してはいろいろとお話しできる部分あるかと思いますので、まあ、そういった意味でですね、詳しい部分のお話が今回できればというふうに考えております、はい。ではですね、本題となりますが、はい、すいません。伊藤塾は合格後を考えるということですね。 ちょっとすいません。いろいろ行ったり来たりで申し訳ございません。え、こちら伊藤塾は合格後を考えるということです。はい。まあ、伊藤塾ご出身の方、まあ、ま伊藤塾で行政書士試験の、まあ、対策をされた方もいらっしゃると思いますが。まあ、もちろん他校の方もいらっしゃると思いますが。え、伊藤塾がですね、やはり、とても大事にしている理念として。え、合格後をしっかり考えましょうというところですよね。はい。 でこれ例えば、ですね行政書士試験合格したと、はいまあ、次のスライドでお示ししますが、はいまあ、今回、この動画、ご視聴いただいている方の中で、行政書士試験、特にですね今年の1月31日、まあ、つい先日ですよね、つい先日の合格発表で合格された方も、たくさんご覧いただいていると思いますが、 行政書士試験、まあ、もちろん合格しましたととても素晴らしいことですよね、まあ、今回13.98%ぐらいですかね14%弱ぐらいの合格率でした、まあ、例年よりもやや高めかとは思いますが、まあ、それでもですね10人いたら2人も合格しないと10人いれば、まあ、100人いれば約14人ってことですよね 100人中約14人しか合格しないと、残りの86人の方が残念な結果になってしまっているといった難関国家試験の一つなんですけれども、この合格したことそのもの、とても素晴らしいことです、ぜひ自信を持っていただきたいですし、今までのですね努力、皆様の努力が報われたというところで、非常に素晴らしいことではあるんですが。 ただですね、その合格してじゃあそれで終わりといった方は少ないとは思うんですよね。まあとにかくたくさん資格を取りたいという方、まあ、時々テレビとかで見ますけれども、まあ、そういう方ももちろんいらっしゃると思いますが、多くの方はさあ次に何をすればいいのかといったところをお考えになると思います。まあ、例えば司法書士試験とか司法試験ですね。 まあこういった多資格の試験に次、チャレンジされる方、まあ、ネクストライセンスとかですねそういった言い方をすると思いますが、まあ、そういう多試験をこれからまた受けますとそれに向けて、まあ、例えば伊藤塾の司法書士の講座とか予備試験対策で講座をご受講される方もいらっしゃると思いますしあとはですね まあ現在、会社にお勤めの方とか、まあ、どこか団体にお勤めの方で、この行政書士試験に合格されたことを、まあ、生かして、ですね、まあ、例えば法務部に所属されていたりとか、まあ、例えばご自身のお勤め先で契約書を作成しているとかですね、そういった皆様はこの行政書士試験で勉強されたことをさらに生かして、お仕事に邁進される方もいらっしゃると思います。 一方でですね、えーまあ、行政書士試験に合格したとやはり行政書士登録をしたいと、まあ、せっかく得た資格ですし、まあ、1回合格すればあ、まあ、登録申請できますので、えーねまあ、あの合格にこう期限とかあ、まあ、そういうのはありませんので失効したりはしませんので、まあ、その試験に合格したら まあ今すぐにでも登録したいという方もいらっしゃれば、まあ、例えば半年後、1年後2年後、3年後または5年後ぐらいを目安に行政書士登録をしましょうというふうにお思いの方も少なからずいらっしゃると思います、まあ、こうした次ですね合格後に関して皆様の中で現在いろいろとご予定計画をされていると思いますが。<laughs> まあ例えば、行政書士登録、実務家になりたいという方はですね、まさに今、合格直後、まあ、これ2月3日に収録しておりますので、まだ合格発表があって3日しか経ってないんですが、まあ、合格後、行政書士になるまでですね、やはりいろいろな不安やお悩みが多い時期だと思うんですよね。なぜかと言いますと、まあ、こちらですよね、行政書士の実務ってどうやって覚えるのかと。 いううおお悩み疑問って誰しもがお持ちだと思うんですよね実際ですね行政書士の実務に関してこちら例えば行政書士試験の受験勉強を始める前の段階でですね例えば行政書士実務に関してたくさん調べていろいろと勉強して勉強して 実務行政書士の実務に関して行政書士登録に関して行政書士登録後に関していろいろとお調べになっていろいろと把握された上ででは行政書士試験の勉強を始めましょうという方はおそらくそこまで多くはいらっしゃらないと思います私自身もそうだったんですが何か法律に関する資格を取得したいとか 何か法律を駆使していろいろお困りの方とかお悩みの方のホームサポートをしたいとかですね何かそういった気持ちは大なり小なりあったかと記憶していますが例えば行政書士試験の受験勉強を始める前の段階とかそれこそですね私自身2013年度の即終コース受講していましたが2013年の時にですね まあ行政書士はこういった仕事ができてこういった活躍ができて例えば、時にはこういった例えば何でしょうねこともできるんだよみたいな何かそういった情報はほとんどなくですねやはりまずは受験勉強の時はとにかくもう合格しか頭になかったですとにかく合格したいともうその先のことは正直なところ考える余裕はありませんでした。 まあ合格しなければその先はないぐらいの気持ちで覚悟を持って勉強していたとは思いますけれども、まあ、実際に私自身がですねやはり行政書士のことをきちんと調べ実務に関して情報収集をしたり実務課の先生のお話をたくさんお聞きしたりとかですね、まあ、そういったことはやはり合格直後から始めてたかなと、まあ、私自身ですと2014年の2月以降ぐらいですね、まあ、その時期から まあ例えば、伊藤塾の明日の行政書士講座を実際に配聴したりとかですね、まあ、そういったことをしていたかなと思います、はいで。スライドに戻りますけれども、やはり実務ですよね、まあ、よほど例えば今の段階で、まあ、中にはですね現在、行政書士事務所とか行政書士法人さんで、まあ、例えば補助者をされているとか。 例えば、事務パートでお勤めですとか、あと、そうですね例えばアルバイトをされているとか、いろんな形態、雇用形態あると思いますが、現在、行政書士事務所でお仕事をされていると、実務課ではないけれども、いろいろ補助、サポートをされているという方であれば、ある程度、行政書士のお仕事のことはお分かりでしょうし、それこそ、ですね例えば相続の業務はある程度分かってますとか、建設業に関しては、 えーまあ、申請書の作成も経験したことがありますとかですね、まあ、そういった方ももちろんいらっしゃると思いますがただ、大半の方はやはりまだ実務,実務未経験の段階で、まあ、本当に行政書士ってそもそも何ができて何ができないかとか、まあ、あの例えば建設業の許可申請の要件は何なのかとか。 相続業務で例えば金融機関でですね口、まあ、座の解約手続きをするときにまずはどうやってやればいいのかとかどうやって進めていけばいいのかとかですね、まあ、たくさんのお悩みというのは誰しもがお持ちだとは思うんですよね。はい、そんなですね行政書士のの実務っっててどうやって覚えるのというお悩みとか疑問に答えるべく、まあ、伊藤塾では実務講座というものをご用意してるんですね。 まあ今回、もう13期ということですので、まあ、それこそ13年前から始まっているということですよね。はい、で、この実務講座ではです、ね、行政書士実務に関する体系ですね、体系をまず理解していただいて、その上で確かな基礎力を身につけていただきたいと、まあ、これを大きな目標にしております。 やはりどの、まあ、実務講座に限らずですね、まあ、例えば皆様が例えば受験指導校でお勉強されていたとき、ねまあ、行政書士試験対策、まあ、または過去に司法書士試験対策とかもされている方いらっしゃったかもしれませんが、まあ、どの資格試験の対策をしたとしてもですねまずは体系ですよね体系を理解しないと始まらない,と思い,ますいきなり細かいところを勉強したりとか まあ例えばですね、まあ、民法でいきなり差外行為取消権から勉強し始めましたとかですね行政法の中で、まあ、例えば行政不服審査法とか行政事件訴訟法から勉強しましたという方はそう多くはないと思うんですよね憲法だってそうだと思いますいきなり判例から勉強しましたとかですね例えば、あまあそうですねいきなり統治のところから細かいところを覚えていったとか、まあ、そういった方もまあほとんどいらっしゃらないと思うんですよね。 まずは法令の勉強もそうですし資格試験の勉強そのものもそうなんですがまずはしっかりと木を見て森を見ずにならないようにですねまずは体系というものをきちんと理解すると思います実務講座に関してもまずは体系ですね行政書士実務に関する体系です例えば行政書士法という法律があるんですけれどもその行政書士法で行政書士は どのような実務業務ができて、逆にどのような業務はしてはいけないのかと、まあこういったことがきちんと行政書士法に書かれています。まあこれは実際にですね、まあ実務講座の中でも各講師の先生方が行政書士法を取り上げて、まあ本当に耳にタコができるぐらいにですね、皆様に行政書士法の勉強の重要性を訴えていただけると思いますが。 例えば行政書士法の中に行政書士はですね観光書に提出する書類の作成と権利義務に関する書類の作成事実証明に関する書類の作成を仕事としてできますよといったことが書いてあるんですねいわゆる法定独占業務としてこの3つの書類作成業務が書かれていたりとかあとは法定独占ではないんですけれども例えば契約書も作成できますとかですねそういったことも書かれていたりとか 逆に、他、えー、事業法ですね、例えば、えー、司法書士法とか税理士法とか弁護士法とか、そういったところに抵触するようなことは当然ですが、してはならないと。まあ、一例を挙げますと、司法書士法にはですね、司法書士の業務として、えー、登記申請ですね、えー、書かれていますが、行政書士があ登記申請業務をやってしまうと、司法書士法違反になりますし、まあ、例えば、えーまあ、訴訟ですよね。 訴訟に関していろいろ携わってしまうと、まあ、弁護士法ですよね、まあ、有名な弁護士法72条がありましていわゆる非弁行為をしてしまうと行政書士も違法行為になってしまうと言ったりとかですね、まあ、そういったことをまずきちんと理解するといったことも大事ですし、まあ、あとは例えば行政書士はですね大きく分けると許認可業務と市民法務ですかね。まあ、この2つのつ業務があって 巨人化業務の中には建設業の許可申請とか産業廃棄物の収集運搬業の許可申請とか例えば運送業関連の許可申請とか古物営業の許可申請とか飲食店とかいいっぱいありますよねそういった許認可に関するお仕事だったりあと一般的に市民ホームとか民事ホームと呼ばれるものの中には例えば先ほど出てきましたが相続業務に関するお仕事。 あと、ま、ああ、遺言書ですね。まあ、公正証書遺言とか、実質証書遺言などの、え、遺言書に関する、ま、原案ですね。遺言書の原案の作成業務とか、まあ、あと契約書ですよね。まあ、契約書の作成ですとか、まあ、最近ですと、青年貢献業務をやられていたりとか、まあ、あとですね、えー、任意貢献もありますし、ま、あと、死後事務委任に関してお仕事をされている方がいらっしゃったりとかですね。ま、あいろいろな、 まあ内容証明とか示談書とか覚書とかまあそういったのもいろいろなものがありますけれどもまあそういうまずは許認可業務があって市民ホーム民事ホームがあってとかですねあとは会社設立業務があるとか会社といえば株式会社とか合同会社あとは法人というくくりで一般社団法人とかですねまあ中には医療法人社会福祉法人学校法人 NPO ですね非営利活動法人とかまあそういった設立業務がありますとかですね であと、えー、私自身が普段携わっておりますがあ補助金申請のサポートをすると、まあ、あの有名なものですとものづくり補助金とかですね IT 導入補助金とか小規模事業者持続化補助金とかですね、まあ、そういったあ申請のサポートをするとかですね、まあ、こういう実務に関してどういったものがあるとかどういったあ、まあ、カテゴリーがあるのかとかですねそういったことをまずきちんと理解して把握した上で、えー、細部に、えー、突っ込んでいかないとですね やはり、えーまあ、途中で迷子になってししままうと思いますし、まあ、それこそですね行政書士実務に関して、まあ、どうしてもテクニックとかノウハウとか、まあ、そういったものを早く身につけたいと早く身につけて実務の現場に出ていろいろ仕事をしたいという方も多いとは思いますけれどもただこの行政書士のお仕事というのは、まあ、小手先のテクニックとか例えば、まあ、ノウハウだけとかですね、まあ、例えば先輩の先生が使っていたひな形とか 何かこう書式とかがあるだけですべてができるということはまずあり得ないです、まあ、ご自身できちんと行政書士実務に関してまず体系を身につけてですねそこから少しずつ掘り下げていくと細かいところを勉強していくと。 それで各講師の先生方の例えば実体験だったり各講師の先生方のやり方運用方法とか各講師の先生方がお使いの書式とかそういったものをまあ真似してご自身で取り入れてみるとかそういうやはり順序プロセスといったものを経てですねえまあ行政書士としてえいろいろなお仕事に携わることができるというふうに考えておりますのでまあちょっと話はすごい長くなりましたがこの体系をきちんと理解していただいて。 まずは基基礎礎力力ですね。基礎力を身につけていいたただきたいところです。まあ、これ行政書士試験の勉強をされた皆様にはですね、まあ、よくよくお分かりだと思いますが基礎力がないとこういう資格試験も含めてですね、突破できないと思いますしやはり実務の現場でも基礎力が全くない例えば 根拠法令とかを理解していない、要件とかを把握していない、基礎的な流れとかを全く把握していない方が、お客様のご依頼を受任して、ですねお仕事をして、それで結果的になんか事故ってしまったとかですね、例えば、許可に、間違いなくこれ許可になるようなところを不許可にしてしまったとか、もう本当に目も当てられないです。おお客様のの人生がかかっているお仕事ですのです まずはきちんとです、ね、実務講座の中で確かな基礎力でですす本当にこの基基礎礎力力が大事です基礎力基礎力さえあればすべてができるとかもちろんそういうことは申し上げておりません基礎力だけですべてができるような甘い世界ではもちろんないんですがただ基礎力がないといろいろな業務にはまず手を出すべきではないです。 まあ本当にお客様住人トイででですす、えー、座学で勉強できる実務ののことというのは限界がもちろんありま,す、えー、まあその教科書通りにことが進めばあまあそれはに越したことはもちろんないんですけれども教科書通りにことが進むのであれば私た,私たちのような専門家は不要ですよね。なぜ私たちのような専門家がいるのかというとやはりイレギュラーなことがたくさんあったりとか例えば一筋縄ではいかないような手続きだったりとか。 どうしてもこれ許可を取りたいけどもなかなかこの要件をクリアするのがハードルが高いとかですね、まあ、もちろん違法なこととか不当なことはもちろん論外ですけれども、まあ、法律を駆使して私たちが、まあ、例えば観光所の窓口といろいろやり取り接種をしてなんとかお客様に許可を取って差し上げるとかですね、まあ、そういったことにはやはりまずは基礎力きちんとした土台を構築することが不可欠だと私は思いますね。はい まあそういった伊藤塾の合格後の取り組み合格後を考える理念こういったものを踏まえてですね実務講座というものがご提供できているということかと思いますがここからはですね 2024, 2024年度実務講座の概要と特徴ですねこちらに関してご説明させていただきます。はい、2024年度実務講座の概要特徴ですね はい、まずは実務講座の全体像をご覧いただければと思いますが、まあ、大きく分けるとこの5つのテーマに分類されますねえまずは、まあ、やはりですね先ほどからあもう本当に申し訳ないんですがしつこいぐらい申し上げてますけれども入門マスターですね確かな基礎力の本当に第一歩としてこの入門マスターというテーマがございます この入門マスターの中では、行政書士実務の全体像をきちんとつかんでいただきます。まあ先ほど申し上げたような、巨人化業務とか、民事法務市民法務とか、そういったものもありますよとかですね。まあそういった部分です。そして、まあこちらも先ほど申し上げましたが、えー、とても大事な行政書士法です。行政書士法を中心とした土台づくりをしていただくと。まあ行政書士として、書士としての、すいません、噛んでしまいましたね。行政書士としての心構えなどもきちんと学んでいただきたいと。 いうところですね。はいまあ、この入門マスターがえー、まあ2月末から3月にかけて、えー、展開されるという状況ですね。はいで、この行政書士法ですね。まあ、入門マスターの中ではあより多く登場すると思いますが、まあ実際に。 1> 第1回目の講義は入門マスター行政書士法ですね。鈴木厚先生という方が担当されますけれども、行政書士法の講義が3時間きちんとございますし、他の講義の中でも講師の先生方は、まず間違いなく行政書士法のお話を盛り込んでいただけると思います。この行政書士法を知らないで、行政書士の実務に携わるということは、まあ、言い換えればですね、 まあ例えば、プロ野球選手が野球のルールを知らないで野球をやるってことはま,あまずないと思います、ドラフトにもかからないと思いますけれども、まあ、そういうことですよね、スポーツの世界でいえば、そのルールを全く知らないで、そのスポーツをやることは普通はできないと思うんですよね。はい、今、ちょうどこの収録の時期はですね、カタールでサッカーのアジアカップ2023ですかね、が展開されていますけれども、実施されていますが、 まあ日本代表の選手でサッカーのルール全く知らないとかですね、オフサイドって何なんだろうという選手はま,あまずいないですよね、当然ですけれども。はいまあ、例えば小学生とかでサッカーチームに所属している小学生でもサッカーのルールはもちろん知った上でサッカーをやってるはずですよね。まあ、それと一緒です。行政書士が行政書士法を知らないで行政書士の仕事をするのはもう危険でしょうがないと。危険でしかないということです。行政書士法を知らないと、 もう知らずのうちに例えば弁護士法に違反してたとかあもう登記なんてし行政書士もできるんでしょうなんていう,もうとんでもない間違いをですね、えー、してしまって登記申請をしてしまったが故に司法書士法違反で処分されてしまったとか、まあ、こういったことになりかねないので、まあ、きちんと行政書士法というものは特に入門マスターの中では勉強していただくという流れになりますね。 はい、そしてその次が実践マスターです、えー、入門マスターのおー、まあ、学習内容を踏まえてではより実践的なものを勉強していただくと、まあ、この中では行政書士実務を実際に体感していただくと、まあ、各講師の先生方はそれぞれの業務に精通した専門の行政書士です現役の行政書士ですので、まあ、実際にその講師の先生が携わった案件とか、まあ、もちろんですね個人情報とかは もちろんこう、いろいろお話はできないですあの我々には主婦義務行政書士には主婦義務がありますので、まあ、お客様の名前とかはもちろんなんですがあまりその細かいところまではお話はできないんですけれどもただ実際に各講師の先生方が携わった実際に経験された案件をもとにしていろいろお話もしていただけますので、まあ、単にテキストを読んで終わりとかではなくそういったリアルな ご経験も踏まえてお話をされることを実際に皆様にはお聞きいただくとその上で行政書士実務で必要な基礎知識やはりまずは基礎知識です実践的なお話と先ほど申し上げましたが基礎知識こそ実践で本当に役に立ちますので基礎知識をまず習得していただくというところですねはいで許認可業務とか遺言相続業務、まあ、あとは国際業務とかですねあとはまあ私が担当する補助金業務とか 法人設立業務とか、えー、あとは契約業務とかいろいろありますけれどもそういったものを幅広くこの実践マスターで学習していただきますそしてその下スクーリングというものがありますが、まあ、こちらは何かと申しますと開業とか実務とか経営に関する、まあ、疑問点など、まあ、この実務講座をご受講いただく中でいろいろな疑問とか不安とかお悩みとか質問とかいろいろ生じてくると思いますがそういったものをですね 実務講座の開講期間中の中で全5回スクーリングというものを教室ライブ受講が可能な状態で実施しますスクーリング以外の講義に関しては基本収録配信で、まあ、そのインターネット配信でご視聴いただくものなんですが5回スクーリングというものを東京校の教室ライブ受講ができるというもので実施します。 でその全5回の講義の中で、それぞれの担当講師の先生が、皆様、特に教室ライブ受講をしていただいた皆様から寄せられた、まあ、開業とか実務とか経営とか、ですねあと相続の実務とか、許認可の実務とか、そういう会もありますけれども、そういったものを質問用紙というものにお書きいただいて、それで講師の先生がその場で一つ一つお答えいただけると、まあ、こういったスクーリングの時間も全5回ございます。 そしてスクーリング教室ライブ受講できると申し上げましたが例えば関東ではない例えば北海道とか九州とかですね関西とかにお住まいの方でどうしても東京に来れないという方ももちろんいらっしゃると思いますがオンラインでの質問会懇親会こういったものもご用意しております。昨年はは回回ほほどどででですすかね回ほど実施はできたんですが まあ、コロナ禍で結構普及しました、このいわゆる Zoom、ね、を利用したオンラインにて講師の先生、その時々で参加される講師の先生方は変わりますけれども複数の講師の先生が Zoom にご入室いただいて開業とか実務に関してご質問をすることができるこのオンライン質問会がございます。そして まあそのちょっとしたお酒とかおつまみが OK となっているオンライン質問会の懇親会ですので、まあ、その参加者同士の、まあ、オンライン上とはいえども参加者同士の交流も図ったりとかあと講師の先生方といろいろお話ができたりとかですね、まあ、オンライン上とはいえども懇親もできるといった会もございますそして最後のテーマが特定行政書士交差対策といったところで。 まあこちらもです、ね、行政書士試験の勉強されているときにです、ね、行政不服審査法の勉強をされた方ももちろんいら、まあ、さはあると思いますが、えー、行政書士はです、ね、行政不服申し立て手続きの代理業務を行うことができるようになっていますよね。まあ、こちらの行政不服申し立て手続きの代理業務は行うことができるんですがそのためには特定行政書士というものにならなければいけないということです。 行政書士登録をした後にさらに行政特定行政書士という、まあ、資格内資格のようなものを取らなければいけないんですねでこの特定行政書士になるためには、まあ、例年ですと毎年10月の日曜日に実施されてますが、えー、10月毎年10月の日曜日に実施されている黄砂に合格しなければいけないんですねその特定行政書士の講座対策もございます まあそうですねえーちょうど89か月ぐらいかけてですかねえしっかり学んでいくといったものが実務講座の全体像となるんですね。以上5つの大きなテーマとなってますがではそれぞれでですね具体的な中身もぜひご覧いただきたいと思います。 はいまず、えー、1つ目の入門マスターですね、こちらの中身なんですが、まあ、この4つに分けられますと、まあ、行政書士と憲法ですね、こちらは伊藤塾の伊藤誠塾長が毎、まあ、回ですね、ご担当いただいていると、まあ、とても本当に、まあ、私もですね行政書士、今10年目と申し上げましたが、もう,もう10年目だろうが20年、20年,年目だろうがっていう、ちょっとすみません、言葉遣いが悪いんですけれども、10年目になっても、 やはり伊藤塾長のですねこの憲法のお話、非常に心にしみるというのは失礼かもしれませんが本当に毎年毎年勉強になってですねやはり改めて法律家として憲法の重要性を痛感している実感しているとこの行政書士と憲法がございます。そして先ほども申し上げましたが行政書士法ですねやはり行政書士としてとても大事な法律行政書士法を勉強すると。 でその後、実務体系論ですね、まあ、最初の方で体系がいかに大事かを申し上げましたが、まず許認可業務と民事法務、総合した実務体系論を、えーま、学習していただき、その後、まあちょっと特別な業務の一つになるんですが、国際業務に関してもしっかり実務体系論ということで、えー、学んでいただくと、まあ、各講師の先生方も、えー、お名前も記載させていただきましたが、まあ、こういったあきちんとですね、まあまあ、改めて、えー、憲法、 の理念をしっかり、えー、尊重できる憲法の理念をしっかり植え付けて、えー、実務化法律家として、えー、まあ羽ばたいてほしいという意味で、えー、伊藤塾長もご登壇いただきますし、えー、行政処置法大事ですし体系も大事ということで、まあ、この入門マスターも本当に大事な部分ですので、えー、ぜひですね、まあ、入門だからさらっとでいいでしょうとは思わずにですねしっかりえお聞きいただいてまず 心構えとか姿勢とかそういったところからあー行政書士に近づいていってほしいなというところですねはい、そして実践マスターの中身丸 ① なんですがあまあ伊藤塾の特徴の一つとしてですねビジネススキル編というのがあったり理論編というのがあったりするんですねまあ、このビジネススキル編というものはまあ、言い換えればですねまあ、例えば大学卒業して社会人になった高校卒業して社会人になった時の、まあ、な何て言うんでしょうかね まあ、社内研修というのもちょっと変なんですけれども、まあ、ちょっと社会人一般、まあ、行政書士に限らず社会人一般仕事をする人間として、えー、まあ最低限のルールマナーというものも含めてこのビジネススキル編というのもあったりするんですね、まあ、例えば独立開業準備論、まあ、毎年大楽先生にご登壇いただいているんですが、まあ、この独立開業準備論ではですね、まあ、例えば事務所の中でどういった備品を備えればいいのかとかですね 名刺はどうやって作ればいいのかとか名刺交換の仕方もそうですしまた、あ、行政書士事務所どこに構えるといいかなとか例えばどういった団体に所属すれば例えばいろいろ人と出会えるかとかですねいろいろ大学先生のご自身の経験も踏まえてさまざ、あ、まなですね行政書士として独立会議をする上でのさまざまなあまあ 準備心構ええー、必要品、えーまあ、その設備品とかも含めていろんなお話をしていただけるものがございますね。まあ、書籍のご紹介などもあるかと思いますしね。はいえー、そして事業経営マーケティング戦略論というところで、まあ、やはりですね行政趣旨実務に、えー、の勉強をしていただくのがもちろん実務講座ではあるんですがただですね実務の勉強だけしていれば何でもできるかというともちろんそうではないと。やはり 仕事がないとその実務で勉強したことはいななく発揮はできないできすよね、まあ、そのためにどういったまあ営業方法があるのかとかマーケティングの戦略は何なのかとかどういう事業経営をしていけばいいのかとかですねまたこの担当の高谷先生はいわゆる知的資産経営というものに精通している先生なんですが、まあ、それを踏まえてやはりまあその他校の実務講座などではお聞きできないような 事業経営マーケティング戦略論を展開していただけるということですのでこれも本当に特徴の一つかと思います、まあ、そしてマナーと心遣い講義ですね、まあ、こちらは昨年度の講義を配信させていただきますので、まあ、今年度の収録はないんですけれども、まあ、マナーと心遣いですよね、まあ、これ本当に行政書士は大事だと思います例えばですね、まあ、一社会人として まあ例えばそのドレスコードとかですねまあ清潔感とかまあそういったものまあもちろん当然のことなんですが例えば私たち行政書士法律家でまあ一般的な特別な感じがするのかなというふうには思いますでも何も偉いわけではなくてですねやはりえまあ一法律家としてまあそのお客様に対しての礼儀だったり作法だったり姿勢だったりですねまあそういったところってまあ何も まあ他のですね会社にお勤めの方とまあ変わらないですよね我々だってえまあその清潔感を保たなければいけないですしまあ当然ですが上から目線でお客様に対して例えばこう命令口調でいろいろ言うとかまあ相談を受ける際にですねなんかこうふんぞり返ってえ何なのみたいな感じで受けてる方もたまに見受けられるんですけれどもそうではないですよね。 やはり困っている方不安やお悩みをたくさん抱えている相談者の方に対してきちんと丁寧にご説明して差し上げるとかですねそういった姿勢これ当然のことなんですが改めて今の時期に登録前後ぐらいの時期にマナーとか心遣いとかきちんと振り返っていただくというところですよね。もちろん多くの皆様が まあ社会人経験おありの方多いいと思いますで、えー、まあ皆様に対してです、ね、マナーとか心遣いのお話をするのは釈迦に説法かもしれないんですがただ、改めて見直していただきたいとえそういうなんかマナーってあったんだみたいのがもしかしたらあるかもしれませんのでぜひこの講義も大事にしていいたただきたいですね、はいまあ、そして、まあ、理論編ですよね。 まあやはり実践に入る前にきちんと理論ですね法人設立業務論こちらは私が担当しますが実務民法論許認可業務論建設業務論国際業務論ですね、まあ、主要な業務に関して理論的な部分いわゆる根拠法令を大事にするというところですかね、まあ、例えば私が担当する法人設立業務論ではやはり会社法ですよねまずは会社法にどの部分をどうやって実務に使うのかとかそういったものもお話ししますし ま、民法もですね、えー、民事法務、市民法務では、駆使する法律ですよね。まあ、あとは、巨輪化業務の中でも建設業務、えー、いわゆる行政書士の王道業務と言われるものですが、まあ、例えば建設業法をきちんと、まああ、見ていただくとか、まあ、国際業務に関しても、例えば入管法というものがありますが、えー、その入管法を大事にするとか、まあ、こういう理論編もございます。はい。そして、 理論編を経て実践マスターの中身二として実務編ですよね、まあ、この実務編ですね、まあ、行政書士の業務ってそれこそ何千何万ってありますので、まあ、全てを網羅することはできないです、まあ、この中に例えば参拝業とか、えーまあ、例えばその風営関連の業務とかですね、まあ、そういったものは科目としてはないんですけれどもただですねやはり行政書士が多く携わることがある遺言相続業務論とか まあ、私も担当します。補助金業務論とか。あ、許認可業務全般の許認可業務論。契約業務論、国際業務論、建設業務論、法人設立業務論と。まあ、主要な行政書士業務に関しては、あ、まあ、ある程度カバーができているかなと。いうところですね。まあ、この伊藤武け先生がご担当される許認可業務論の中で。まあ、他の許認可、あ、業務に関していくつかピックアップはしていただけるとは思いますが。 すべては網羅することはできないものの許認可業務全般に通じる例えば人、物、金という部分のまあ要件に関する考え方とかですね、えー、まあそういったことはもちろん学べるかなと思いますし、まあ、あと最近、えー、合格直後の皆様ですね合格者の皆様が結構興味関心を多くお持ちの遺言相続業務論に関してももちろんきちんとご用意できてますし、まあ、あと最近ですとやはりインバウンドですかね。 最近だとオーバーツーリズムとかですね結構問題にはなってますけれどもそのインバウンド需要ですよねコロナ禍を経てですねアフターコロナで外国人観光客がかなり戻ってきたというニュースをよく見ますけれどもやはり今も国際業務をやりたいという方多いですその国際業務に関してもきちんとですね多くの時間をとって吉尾一郎先生にご登壇いただいてご説明させていただくというところになります。 まあ講師の先生ここにいろいろ書かせていただきましたが、まあ、結構ですね例えば建設業務論担当の塩田先生ですね塩田先生は結構行政書士会とかいろいろな支部とかですね東京都行政書士会に限らず他の県のですね行政書士会の研修講師とかも幅広く務められていまして。 やはり建設業務に関してとても精通されているとかですね、まあ、そういう本当に各業務に関して精通している専門の先生が現役の行政書士が登壇して、えー、まあ講義を展開していただけるということなのでかなりのですね、えー、まあ聞き応えがあるといいますか勉強する価値のある講義なのかなという,ふうに思いますね。 まあこの一番上、ですね遺言相続業務論の新井祐希先生に関しては、まあ、千葉県の捜査市というところですね、あのまあ、私、あの恥ずかしながらですねあの捜査市は最初、読めなかったんですけれども、まあ、千葉にお住まいの方だとお分かりの方多いと思いますが。 えーまあ、結構、まあ、すみません、これ、別にあのディスってるわけでも何でもないんですけれども、結構、東京から離れて、結構、東京から時間が、結構な時間をかけて、到着できるような捜査士というところがあるんですが、まあ、これ、新井先生ご自身が講義の中で、あのご自身の捜査士のことをお話しされているので、まあ、私がお話しすることも多分 OK だと思いますけれども、えーまあ、ただ、捜査士の中で、えーまあ、事務所、開業されているんですけれども、でも、千葉県全域でですね、車を走らせて、 まあ相続関連の業務に、えー、特化してですね、まあ、建設とか農,農地転用とかもやられているそうなんですがあ、まあ、かなりですね、えー、実務的なお話とても毎年分かりやすいと好評の遺言相続業務論なども,ももちろんご用意しているという状況ですね、はい、そしてスクーリング全5回ですねこちらもございますが、えーまあ、スクーリングはですね先ほども申し上げましたが教室でライブ受講が可能です。 まあよほどのことがない限りですね、今後、ライブ受講ができるようになっています。これ、順番にですね、羅列してますが、開業相談室、実務許認可相談室、実務相続等相談室、国際業務相談室、経営相談室というところですね。独立開業準備論をご担当いただくと申し上げましたが、大楽先生が開業相談室ということで、独立開業準備論の講義内容を踏まえて、スクーリングをやっていただけると。 まあそして実務に関する相談室もまあ主に許認可と相続に関してご用意しておりますしまあその結構特別なところが多い国際業務に関しても国際業務相談室とこの国際業務相談室というスクーリングは実は昨年まではなかったんですが今年初めてですねスクーリングの中で設けさせていただきましたどうしてもやはり国際業務入管法の読み込みとかも実際ものすごい難解な部分があってですね とても奥深い一二を争う行政書士業務の中でも一二を争うぐらい奥深い業務が国際業務だと思いますがその国際業務に関して本編でも吉尾先生ご担当いただきますがスクーリングでも相談室新たに今年から設けまして国際業務相談室のスクーリングもございますそして最後のスクーリングが経営相談室ですね。 まあやはり、えー、まあ経営ですね。まあ今後まあ皆様も事務所を開業されて、まあ今後誰か職員さんとか事務の方とかを雇ったり、えー、雇用したりすることもあると思いますが、まあそうした経営の部分ですね、えー、お話、えー、まあ相談質問ができるというところです。まあこのご担当の岩崎先生現在ですね行政書士法人をご経営されているということで、まあ最初は司法書士事務所さん ですかね、どこかの司法書士事務所とかにも入られていてその後個人事務所で独立されそこからステップアップして行政書士法人を経営されているというですねとても素晴らしい実は私と合格開業同期の先生なんですがとてもトップランナーとしてご活躍されている先生の経営相談室というのもございますので是非ですね楽しみにしていただけると幸いです。 はい。そして最後のところで、えー、特定行政書士の交差対策ですね。まあこちらはあ、要件事実と行政法というところですね。まあこれは、あもしかしたら、あ伊藤塾ご出身の方、伊藤塾で受験勉強されていた方は、お馴染みのお名前かと思いますね。えー、平林先生の要件事実、えー、坂本先生の行政法の、えー、講義もございます。まあこちらはちょっと上の米印に書いておりますが、 2023年度、昨年度の講義を配信させていただきますので、はいえー、まあ今年のものではないんですけれども、ただですね、えー、まあ要件事実行政法、まあ、伊藤塾ご出身の方であれば、おなじみの先生からお話を聞けるということで、まあ、こちらも楽しみにしていただけるといいのかなというところですね。はい、以上がですね、まあ、実務講座の全体像、概要にはなるんですが、 では最後にですね10分ちょっとを使いまして実務講座の特徴を5点ですかねお話しさせていただこうかなと思います。はい、まずは特徴 ① ですね、はいまあ、先ほど、概要いろいろご説明申し上げましたが許認可業務とか遺言相続業務などの行政趣旨実務これはもちろん扱いますけれども 例えば独立開業事業経営マーケティングマナーと心遣い、まあ、こういった、まあ、いわゆる経営者として必要なことですよねこういったものも幅広く学ぶことができるのが実務講座の特徴の一つなんですね、まあ、実務講座で実務の話がないのは、まあ、ありえないと思うんですが、まあ、それだけではないんですよねやはり行政書士事務所を開業すると、まあ、私もそうなんですがその事務所の経営者になるんですよね 行政書士として法律家として仕事をするう、まあ、ことももちろんそうなんですけれどもやはり事務所の経営をしていかなければいけないということですよね、まあ、さまざまなあ崇高な理念とか精神を持ってお客様のために、えーまあ、尽力するご尽力される方はたくさんいらっしゃいますが、まあ、一方でやはりです、ね、事務所の売上とか利益とかです、ねまあ、その経費の部分とかそういったものもきちんと気にしていかないといけないのがやはり行政書士経営者ですよね。 でですのでそういった経営者として必要な事業経営マーケティングマナー心遣いなどこういったこともしっかり学べるのがやはり伊藤塾の実務講座の特徴の一つかなと思いますそして2つ目ですね、はい、実務に精通している現役の行政書士が講師となりそれぞれが実際に経験したことなどをもとにしたリアルな実務の話ですねこれを聞くことができます。 まあそうですよねやはり、えー、実務のお話をするのに、まあ、現役の行政書士でないもの行政書士の仕事をしたことがないものがお話ししても、まあ、それは全く説得力がないですしやはり各講師の先生方が実際に経験された案件とか、まあ、例えばこれはですね成功談はもちろんなんですが失敗談とかもう本当にこれギリギリセーフだったとか もう本当にここ注意しないととんでもないことになるよみたいのも含めてお話しいただけますので、まあ、こういった各講師の先生方が実務の現場で経験されたことなどをもとにしたとにかくリアルな実務のお話も含めてお聞きいただけるということはやはり伊藤塾の実務講座の特徴2つ目なのかなというところですよね、まあ、そうですね。 まあ例えば伊藤塾以外の,まあその講座だったり研修だったりセミナーだったりまあそういったものももちろんいろいろご参加される方多いと思いますがそこでももちろん有益なお話有意義なお話たくさん聞ける機会あると思いますけれどもただこれだけ8か月9か月ぐらいかけてですね各専門家の先生がご登壇されてきちんと時間を頂戴してえまあ基礎的な部分とか まあ,あとノウハウとかテクニックももちろん入りはするんですがきちんと基礎的な土台というものを構築することを目的にですねリアルなお話も含めてお話しいただける機会、そうそう多くはないのかなと思いますので、まあ、こういったことも楽しみにしていただけるといいのかなと思います。はい、そして特徴3つ目なんですすがこれも大きいいと思いますね 受講生さんと講師卒業生との縦のつながりと同期の受講生同士の横のつながりこれは伊藤塾でかなりしっかり構築することができるなともう私も痛感しておりますね。はいまあ、いわゆるですね、えー、行政書士って例えば事務所の名前とかで営業とかってあまりしないですよね。 まあこれちょっと言い方は分かりづらいかもしれませんが例えば一流企業と呼ばれるところとかいわゆる東証一部に上場しているようなあの大手のです、ね、企業さんですよねそれこそもう誰しもが聞いたことがあるような社名とかでのところに会社にお勤めの方であればその会社名とかでまあ営業したりとか勝負したりとかです、ね、あると思うんですよ、まあ、自動車メーカーとかもそうですしパソコンメーカーもそうですし。 例えば製造業関連とか、まあ、その商社とかですね金融関連とかで、まあ、もう誰しも知ってるような、まあ、会社のお名前で、まあ、その会社を信じて例えば車を購入するとかですねこのメーカーのパソコンが欲しいとかってよくありますよね。ただ行政書士って例えば何々事務所にお願いしたいというよりも。 行政書士の誰々さんだからこの仕事を依頼したいとか行政書士の誰々だから自分の友人に誰々さんを紹介したいとか、まあ、そういうことが大半です。であればですねやはり私たち行政書士は特に行政書士登録前後の時期はですね どうしても人脈,ですよ、ね、人脈を形成する人脈を構築する人脈を広げていくことが必要なんですねその人脈形成人脈構築人脈を広げることに関してやはりですね先ほどテーマとして申し上げましたそのスクーリングで例えば東京校での教室ライブ受講をした時にですね 同期の行政書士試験合格の同期の方がたくさん集まるのでそこでお名刺の交換が始まって、まあ、お知り合いになって例えば後日一緒に行政書士実務に関する勉強会をやるとかですね例えば情報交換をするとか、まあ、中にはですねそのの同同期合格の方同士で 行政書士事務所を共同事務所として開業するとか、まあ、例えば、いきなり行政書士法人になって、え、社員行政書士として、その同期の人と行政書士法人を作るということもできる、う、まあ、その形式的にはできますよね。まあ、そういったこともできるかなと思うんですよね。まあ、あと、講師卒業生との縦のつながりですよね。まあ、これは先ほど出てきました、オンライン質問会アンド懇親会とかで、各講師の先生方と。 まあお話しできますし、まあ、例えば後日お会いしていろいろ情報交換をするとかですね、まあ、事務所訪問をするとかそういう機会もあるかと思いますしやはりこの縦のつながりも構築できるこれは大きいかなと思いますね、まあ、そしてこの横のつながりですよね、まあ、これ実務講座とはあまあちょっと違うんですが伊藤塾にはですね、まあ、こと会というまあ同窓会の行政趣旨部門でコスモス会というところがあるんですけれどもそのコスモス会の まあ例えば、あまあ総会だったりイベントだったり勉強会だったりあとまあ部活動とかもあったりするんですが、まあ、そういったところでもこの同期の方とか先輩後輩の先生方とのつながりも構築できますので、まあ、実務講座はあまあ縦のつながり横のつながり構築できる貴重な機会にもなりますし、まあ、プラスアルファでコスモス会での、まあ、活動とかですね、まあ、そういったところでもさらにつながりを強化していくとか。 さらに全国で人脈を拡大していくとかですね。まあ、こういう伊藤塾でご提供できる講座だったり、えー、まあ、コスモス会という誠会の同窓会だったり。こういったところをうまく利用していただけるといいのかなと思います。そして、特徴四つ目ですね。まあ、これも、こちらですね。まあ、一応、原則オンライン学習ではあるんですが。まあ、教室ライブ受講ができるスクーリングがテーマごとに全部で五回あるということは大きいかなと思います。 これも先ほどの表でお示ししましたのでレジュメなどでちょっと再度ですね振り返っていただきたいんですがやはりですねこの教室ライブができるスクーリングこういったものは先ほどの特徴丸三でお話ししました人脈形成とかですねその名刺交換いろんな方とお知り合いになる出会うといったところでもスクーリングの機会は生かすことができるのかなと思いますし先ほどもこれ申し上げましたが昨年度までは4回だったものを今年度は 国際業務の相談室を加えて全5回のスクーリングをご提供できますので、まあ、こういったライブでお会いした合格同期の皆様開業同期の皆様とのつながり講師の先生とのご挨拶の機会貴重なものですので大事にしていいいたただきたいなと思いますそして最後の特徴にはなるんですけれどもやはりこれも結構いいですよね。 まあ、オンライン会議ツールズームですよ、ね、ズームを利用したオンラインでの質問会案の懇親会、こちらもございます、まあ、これ、繰り返しになりますが、どうしても東京校のスクーリングには、まあ、距離的な部分、まあ、スケジュール的な部分。 まあご家庭の事情なども踏まえて、えー、どうしても東京港にはお越しになれないという方いらっしゃると思いますが、まあ、そういったときはです、ね、このオンラインで質問会、懇親会、えー、ま34、あ回,ねえー、回予定しておりますが、まあ、こちらですと、まあ、ご自宅とか開業された方であれば事務所ですとかそういったところからご参加できますので、まあ、日本全国どこにいらっしゃってもですねネット環境さえあれば まあネット環境プラスパソコンタブレット等があればですね、えー、つないでいただいて Zoom、えー、ーでつないでいただいてこういう質問会懇親会にご参加可能というところですので、まあ、こういった機会も生かしていただきたいというところですね、えー、実際にですね過去に例えばこの実務講座の受講生の方でオンライン質問会懇親会にご参加されたときにですね、えー、まあこれ結構毎回ブレイクアウトルームという Zoom の機能を使って まあ各まあ小部屋にですね分かれて地域ごととかに分かれてまあ五六名とかでなんかこう検診を図ったりということも試みてはいるんですがそこでですね同じ北海道にいらっしゃる方がいてなんかあお二人お知り合いになって後日お会いしましたというご報告もいただいたことがありますこういうお近くの地域の方だったんだみたいな。 いいう出会いというのも結構大事だと思いますしこういった出会いがですねゆくゆくは例えば行政書士業務の情報交換ができる貴重な同期の仲間になったりとか、まあ、例えばご自身で専門にされていない業務はそのお知り合いになった他の方が専門にされているのでその方にご紹介しようとかですね。 逆に紹介先の先生があ,あまり得意にされてないとか専門とされてない業務で自分自身が専門としている業務だったら逆にご紹介を頂戴するとかですね、まあ、ゆくゆくはそういうお仕事のやり取りですとか例えば共同受任をして一緒にやりましょうとかそういう関係も作れますので、えーまあ、そういった機会のお、まあ、第一歩としてですねこういうオンライン質問会の懇親会みたいなものもですね生かしていただけるといいのかなというところですよね。 はい、えっと、以上がですね、実務講座、伊藤塾実務講座の特徴5つでしたで。もうですね、お時間60分ぐらいになりましたので、この辺りで終わらせていただきますが、今後ですね、実務講座に関して、詳細は伊藤塾ホームページの特集ページなどをご覧いただければと思いますが、各講師の先生方のプロフィールの詳細も載っておりますので、そちらをご覧いただきたいと思いますが、今後ですね、こうした実務講座関連で無料でご視聴いただけるような、 イベントも一応予定はしておりますちょっと具体的にいつから配信できるかとかいつ YouTube ライブがあるのかとかですねそういったことはちょっと今の段階では申し上げられないんですけれども、まあ、そういう機会もですねホームページとかそういったものでご確認いただきましてまずはですね合格直後行政書士登録ご開業お考えの方は、まあ、まずは実務講座に関してご検討いただくのと同時にですね、まあ、こういった無料で視聴できるようなイベントですとか あと冒頭に申し上げました明日の行政書士講座とかですねそういったものもいろいろご視聴いただきましてご参加いただきましてご自身のですね次に進むべき道ですね合格後のスケジュール、えー、夢ですね希望に向けて一歩を踏み出していただきたいなと思いますはいそれではですね約60分、まあ、ちょっと過ぎてしまいましたが 実務講座丸わかり説明会2024ですね実務講座の講師卒業生が講座の魅力を熱く語りますを終わりたいと思います皆様長時間ご視聴ありがとうございました